ベガーズ・オペラ、ベガーズ・オペラ、または、古事記・オペラ、ザ・ベガー、エス・オペラは、1728年にジョン・ゲイが書いた三幕のバラット・オペラである、オーガスタン演劇。オーガスタン時代も、三章の中で重大転機となった儀曲の一つで、かつて流星を極めた風刺的なバラット・オペラの、うち現在まで人気の続く唯一の作品である。最初の上演は、 当時最長と言われた六十二夜も続いた。この作品によりゲイは大変な成功を収め、続編、ポリーも書いている。劇は以降も上演され続けた。1920年には、ロンドン、ハマースミス、ので1463回という驚異的な上演記録を残した。当時の音楽劇で最長の上演回数だった。百二十八年には、ベルトルトブレヒト、 音楽クルトバイルがこの作品をモチーフに三文オペラを書いた。このオペラのアイディアはジョナサン・スウィフトだと言われている。スウィフトは1716年8月30日にアレキサンダー・ポークに次のような書簡を送っている。盗人たちや売春婦たちがいるニューゲートにある監獄のこと。ニューゲート監獄参照のパストラルなんてどうだろうか 二人の友人であったゲイはパストラルオペラより風刺激がいいと決めた。1728年のオリジナルはゲイは全曲伴奏なしで歌わせるつもりで頭の中でショッキングでザラザラした雰囲気を思っていた。しかし開幕まで一週間くらいの時に劇場監督のジョン・リッチは劇場と関係のあった作曲家ヨハン・クリストフ・ペプシュに三幕のルーシーの アイアイムライク、エースキフオンザ・オーシャントス・ディーによる風画を含む、オペラの中の歌の二つに基づいたちゃんとした、フランス風助曲を書かせ、さらに69曲を編曲させると主張した。作曲者が誰かという証拠は、ドーバーブックスが出版した1729年のオリジナルスコアに、ベープシュが、編曲者と書かれてあるだけで、他にはまったくない。この作品は、 上流階級のイタリア風オペラへの関心を風刺する狙いがあり、著名な保育等の政治指導者、ロバート・ウォルポールと大多数の政治家、それに有名な犯罪人ジョナサン・ワイルドとジャック・シェパードをまとめて風刺している。ゲーは、浮かれ騒ぐ辛辣で不尊なテキストに曲を当てるのに、69曲の有名なフィドルの曲、バラットエア、オペラの旋律を使った。 巧妙な作曲家ペープシュは1728年1月29日のリンカーン、エスイン・フィールズでの初日までの短い期間に助曲を作曲し、全曲編曲した。しかしペープシュのスコアで残っているものは、楽器編成の助曲と月の歌の旋律だけである。様々な復元が心を見られ、アメリカ合衆国の作曲家、ジョナサン・ドビンによる1990年の復元で、 多くの現代作品が使われた。芸はオペラの基準である3幕とし、当時の歌のない劇は5幕が標準だった45話という早い展開と69曲の短い歌に驚きがあるようにセリフと筋をキビキビしたものにした。この作品はロンドンで大人気を博し、これまでイギリスで流星を極めていたイタリアオペラの衰退と、 それに伴うゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのオラトリオへの創作活動の転換原因となった。ベガーズ・オペラは、以後のイギリスのすべての喜劇、とりわけ19世紀のイギリスのコミック・オペラ、現代のミュージカルに強い影響を与えた。オリジナルがないことは、多くのプロデューサー、編曲家に自由を与えた。異なる、編曲の歴史は、わかっているだけでも18世紀のトマス・アンまで、 遡り、現在まで続いていて、スタイルもバロック音楽からロマン派音楽まで幅広い。フレデリック・オースティン、1920年、ベンジャミン・ブリテン、1948年、マルコム・サージェント、1955年、リチャード・ボーニング、1981年、ジョナサン・ドビン、1990年、他の指揮者たちは、曲に、それぞれのカラーを染み込ませ、特徴付けをした。 全員は一人も登場せず、登場人物は大悪党から小悪党まで、悪党ばかりであり、通列な社会風刺となっている。舞台は18世紀初頭の英国ロンドン。老いはぎ幕引スは手配中の国悪人だが、小売家業で稼ぐピーチャムの一人娘ポリーと恋仲になり、極秘に結婚してしまう。怒ったピーチャムは、なんとか二人の仲を咲こうとし、 実婚の監獄の監視長と共謀し、マクヒースを酒場に誘って捕らえる。監獄に捕らえられたマクヒースのもとに愛人とポリーが訪れ逃がす。だが、掛け事好きの彼が、やはりピーチャムと結託している、トレープス夫人の賭博場に立ち回ったことから、再び逮捕され、今度は形状送りとなる。しかし、オペラは、ハッピーエンドで終わらなければならないとの決まりごとから、 前後の脈絡なく、マクヒースは、恩赦を受け、公主刑にされたのになぜか生き返って、ハッピーエンドとなる。1729年に書かれた、ベガーズ・オペラの続編、ポリー、ポリーは、西インド諸島が舞台となっている。流刑の判決を下されたマクヒースは脱出し、海賊になる。一方、前作にも登場したトレープス夫人は、白人奴隷売買業をはじめ、ポリーを騙して、 金持ちの入植者だカット氏にうる。ポリーは少年に変装して脱出し、数々の冒険の後、カリブの主張の息子と結婚する。しかし、ベガーズ・オペラ以上に、政治的な風刺は、首相ロバート・ウォルポールが、チェンバ連協に上演を禁止するよう圧力をかけるという結果を招き、上演されたのは50年経ってからだった。日本では、2006年に、 ジョン・ケアード演出により上演され、2008年にも再演されている。劇中劇の手法をとり、観客も一緒に舞台を作り上げるといった内容になっている。出演者2006年日本上演時ほか、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。